ミゲルカントは、メキシコのプロボクサー。元 WBC 世界フライ級王者、マエストロの異名を持つ。1969年2月5日、プロデビュー。1970年4月29日、ユカタン州フライ級王座に挑戦するが、10回判定で、引き分け王座ダッシュならず。1970年5月27日、ユカタン州フライ級王座に再挑戦し、 12回、判定勝ち。王座獲得に成功。その後、一度の防衛に成功。1972年1月22日、メキシコフライキ王座決定戦に出場し、12回、判定勝ち。王座獲得に成功し、その後3度の防衛を果たす。1973年8月4日、メキシコ王座座位のまま40戦目で世界初挑戦。 ベツリオ・ゴンザレスと空位の WBC、世界フライ級王座を争うも、15回判定負け。王座獲得ならず。その後、メキシコ王座の防衛回数を5に伸ばす。1975年1月8日、世界再挑戦。前年10月に、ゴンザレスを下して、WBC 世界フライ級王者に輝いた、奥間昌二に挑み、15回判定勝ち。 47戦目にして、念願の世界王者に輝く。その後、世界初挑戦で敗れた、ゴンザレス、元 WBA 世界フライ級王者、花形進む、前王者コグマ等の挑戦を退け、世界フライ級史上最多となる14度の防衛に、成功。1979年3月18日、15度目の防衛戦。敵地で、ボクサンマレと対戦し、 15回判定負け。4年余り保持してきた王座を手放した。9月9日、雪辱、世界王座奪回をかけ放と再戦するが、15回判定で引き分け。王座帰り咲きはならなかった。その後、元 WBC 世界ジュニアフライ級、王者金正春と対戦し、10回判定勝ち。後の WBC 世界フライ級王者、ガブリエル・ベルナルとは二度戦い。 一生一敗。しかし、その後は3戦連続小負けを喫し、1982年に現役を引退した。ミゲルカントのトレーナー、ヘッスリベロは、ゴールデンボーイオスカーデラホーヤのトレーナーを務めた、ことでも知られる。その期間は、オリンピック金メダル後のプロ入りから、パーネル・ウィテカー戦後まで、ありがとうございます。